皆様、新年明けましておめでとうございます。エレガンスマダム千夏の部屋、今年も頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。アミさん、明けましておめでとうございま す。皆さんもおめでとうございます。いやね、もう2021年明けてね、もう1月4日になるんですけど、あっという間ですよね。あっという間ですね。本当にもうね、まるでまだ年明けてないかな。本当にあっという間すぎてね、久しぶりに羽つけたら前の取ってきたんじゃないかって。昔ね、そう昔羽つけ、番組持った時ね、こういう羽のやつつけたんですけど、1年後2年後見ていくと、だんだん羽の量が少なくなって、懐かしいっていうことがありましてね。まあそういうことですよ。で、そうよ、エレガンスマダム千夏の部屋は何年目だったっけ。5年目、あ、じゃあ6年目です、ね、今年の6月で丸6年迎えて7年目に入るっていうね、びっくりじゃない？早いね。ねえ、昔の映像を見ると本当にね、ういういしいね。小学校卒業よ。そう、大変。途中で CM 入る。はい、 CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくために、こちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、皆様お帰りなさいませというところでね、もう2021年1月4日からの週でございますけれども、ちょっとね、また遡りますが、まあ、2020年のね、亜美さんとまでいろいろ話をしていきたいところなんですけど、なんとね、年末ぐらいにバナナ TV でもやったらしいですけど。すいません、ね、やっちゃいました。やったらしいんですよ、それ今聞いて。何よくわからないから皆さん。あ、そうです。何かっていう、その、すいません、テイク2、もう一回2、もう一回やり直し、元、いいですか？というところで、たびたびね、これちょっと今ハマってるだけなんですね、すいません。テイク2とか言いたいだけなんですけど、テイク2ね、オンエアのまんまやりますけど、まず怒鳴ります。いいですか？はい。え？いきます。いきますよ。第46弾、楽屋トークだ、イエイ！毎回見るたんびにも目疑うよね。毎回驚くから。今日ね、収録の時に久しぶりね、ちょっとスタッフさんね、久しぶりの方がいらっしゃったんです、うん、もう楽屋トークもう40何回も何回もされてるんですねって、ちょっと分かんない、ちょっと雰囲気に出したかったんだけど、ちょっとただの声が小さい人になりました。いや、もう昔担当してくださってた方が今担当が変わって、で今日久しぶりに担当してくださってるので、楽屋トークをされてる、してることはご存知なんです。でも、もうこんなにやってるのっていうね、もうこんなに月日が経ったんだねっていうのをね、感じた次第でございます。月日が経ったのか、やる頻度が多くなったのか。3回に1回はやってますんでね、毎回言いますけど、たまに6週間に1回の時もあります。大体がもう入ってるから、もうこれが入ってるからねっていうところになりました。あともう一つお決まりでございます。はい、はい、宇宙人さん、今年もよろしく、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お付き合いください。見える人には見えると思う。たまにもここら辺うろちょろしてると思うんですけどね。見えなくて正解だから大丈夫。あ、私だけとか思わなくて大丈夫。大体そういうことで言っておりますけれどもね。そうそう。そして何の話かというとね、2020年の流行語大賞、まあ毎年あるじゃないですか、うん、まあ、一文字で表そうとかさ、いろんなのがありまして、うん、まあ、それをね、なんかやったんだって、バナナ TV で。やっちゃったの、最近ごめんなさいね。やったんだって。まあでも私は違うところで食い込んでいきたいと思う。食い込んでいきたいと思うんだけど、多分まあこれは被ってるね、うん、年間大賞があれだったら3密、まあいいや、それはバナナ TV 見てね。うん、これです、はい、見てください、ね、はい、それです。で、まあ、コロナに関しては流行語がね、結構いっぱいあったんです。アベノマスクとかいろんなことがあってね、うん、もうアベノマスクって、まあ、元安倍首相がこれぐらいしかマスクなかったのとか知らない？ね、こんな、こんな、うん、
のがありました。今事務所にあるよ、まだ。そうでね、なんかあれがアベノマスク配りますって言った時に、うん、あれなんだったかな、ツイッターかなんかで、うん、マスクが届きましたって言って、うん、こことこことつけてる人とかあったよね。なんかこれ絶対写真見た人多いと思うんだけど、こことここっていうのもあったし、うん、手作りでなんか、うん、もうこの何、コットンぐらいの大きさに紐つけて、うん、すごく小さいマスクですとか、あれでしょ、あれ何だったっけ。うちは4人家族なので、4人で分けましたって言ってだからマスクが4分の1になってるからちっちゃいっていうね。まあ、眼帯ぐらい、まあ、眼帯わかります？眼帯口はみ出てるね。そうそう、これは見た人多いと思います。あれめっちゃヒットしたもんね。めっちゃ面白かったです ね。だいたいもうネタ使ったじゃない。え、まだあります。2つだけ、まだありますというところで、じゃあね、このね、2020年、うん、アミさんと千夏の流行語は何だったかっていうのをね、ちょっとやりたいと思って、うん、私も何も考えてきてません、うん、流行語、アミさん何がある、うん、あ、じゃあちょっと考えますか、うん、私番組的に言うと、うん、あれです、宇宙人さん、あ、こんにちは。なるほどね。ですね。まあ、流行語か何か分からない。これいきなり後半ぐらいから流行語になってたから。今年っけ。今年だと思う。宇宙人さん。今年だと思う。勃発したの。いや、分かんないね。もう記憶も曖昧だけど。分かんないね。多分今年が頻繁だと思いますね。うん、で、たまにこうやってロープで疲れてるのかとかね。うん。千夏には見えてる。あれいいね、あの目もね。あのチナツメモね、チナツメモでも大体メモ1しか出てない大体。たまにマメに出て、マメにパパパパって出て、たまにフラッシュして10とかいうの、ね、欲しいんだけど、あれもずっと連続でしたら面白いよね。ずっと連番、あ、毎回毎回違う内容が出てくるの。またなんか、ま、間違頭ほら抱えてる、頭抱えてるよ。こうチナツメモ1ってこれですね。これのこと今話してます。これね、出してくださるんです。私のそのやってることのリアクションに対して突っ込んでくれてるんですね、うん、これはね。で、これ1って書いてあるでしょ、10って書いてあるでしょ、うん、で、これをもう毎回回越すごとに、もう1の次は2、3、4って言ったら、このメモがどれだけ増えるかっていう、うんうん、でも同じツッコミもあるわけですよ、うん、その同じツッコミもカウントするわけですよね。でもそんなに早々にすいません、なんかね、私今このアイデアを出したけど、すごい悩ませることを言ったみたいで訂正します。なくても大丈夫ですだからこっから取ってっていうのにさ、取るのがないからあれなんですけど。よかったね。いやもうすごい嬉しいの、もう こういうのとか、うん、でこの上の出てるでしょ、今エレガンスマダム何の話してますっていうね、うん、このなんていうの、グラデーション、うん、グラデーションね、すごいありがたいですよね。うん、ここの ね、こう今なんか話してるテロップ、テロップ下、あ、上もテロップっていうの、うん、上テロ、タイトル、うん、あ、タイトル、うん、上テロ上テロって何、上テロに下テロね、下テロ中テロもあるか、たまにじゃ中テロ出てるよね。中テロもここら辺顔の前に出される感じ。あのね、すっごいちょっと面白い話があって、年末に、うん、ある知人とテレビ電話をしてたわけです、うん、で、私は iPhone、うん、で相手は Android、うん、で、あ、Facebook のその何、Facebook のメッセンジャーのテレビ電話やってたら、うんうん、であれってさ、 LINE でもそうだけど、なんかその絵とかつけれるじゃん、顔をこんなしたりとかいろいろ。あ、メッセンジャーつけれるの？メッセンジャーできるのね。へー。で、大体わかりますよね、皆さん言ってるの。顔が動物だけになったりとか、うん、なんか鼻だけついたりとか、ウサギになったりとかあるじゃない、うん、で、そういうのがあって、うん、まあ、それでなんか遊んでたわけですよ、うん、ただね、そう、全然いいんだけど、その相手の人がね、うん、そんなことするような人じゃないのにねもう一人で楽しんで、すみません、映像が出てきてさいきなりここだけ分かんない、なんつったか分かんない、ここだけ真っ黒、なんか指名手配みたいな、そうそう、 いきなりそれ出してきて、うん、泣いてるし髪が黒くなって、あれってあのちゃんと動くたんびにこう一緒に動くんですよ、これ。賢っで、それだけでもめっちゃウケたんですよ。で、それで喋り方がすごくお上品な方で、うん、全然不釣り合いなの、それとそれでなんかめっちゃ私みたいな喋り方の人だって、ね、不釣り合いでかと思ったら、今度は、うん、
あのたまにさテレビ番組で声だけで出演するけど本人もスタジオに来てるけどこうすりガラスのさ、うんうん、中に入って、うん、声もそうですねなんか変化してるのあるじゃない、うんうん、ですりガラスバージョンとかいうのもあったり想像してみてくる。でそれは iPhone には入ってなかったの。だから多分 Android だからそっち入ってんだと思うんだけど、うん、あそうなんや。そうだからそれの違いでね、うん、あったら私多分自分でやって多分こうスクショ持ってきてると思うんですけど、うん、それできなかったんですよ、うん、でそういうのがあったり顔だけモザイクとかいうのもあったりして、うん、すごい面白かったっていうのがあるので、うん、えここだけこれで動くのって、まあ、眼球とかを見つけてなんかな。どうなんだろう、ね、なんか こうやってやったらこれを目と見なしてここにここあそれちょっと今度それ今度やってもらう。だからちょっとあれめちゃくちゃ面白すぎてもう会話じゃないよね2人ただ笑ってるだけっていうそれが言いたかっただけ、うん、それが言いたかっただけなんですけどその映像を見せられないのが残念ですけど、まあ、大体わかりますよね。怖い顔で怖いこうムッとしてる口についてるわけじゃなくてもう笑顔笑顔にこんなして笑顔にこんなしてついてるからなおさら面白い。でそれも静止してないでしょ、うん、でこう動くでしょ動いてやってるからちょっと面白いんですけどね。またよかったら皆さんそういうのもやってみてください。 iPhone も選べるやつは、ね、iPhone も選べる、うん、なんかすごいいろいろ入ってきたよねというふうに思っておりますというところで、亜美さんの2020年の流行語大賞考えの忘れてた私は宇宙人さんね。特になんかそればっかり言ってたことってないな。特になんか気になるパッと浮かぶ言葉とかある？なんかあるっけ。 緑は来たらダメですよとかさ、そんなんもずっと言ってるな、うん、バナナ TV、バナナずっとバナナ TV、うん、あとはなんかじゃあ言えない、それは言えないあったさすがスタッフそれ言ったら動いちゃうから、さすがスタッフこれですシリです。これすごかったね、うん、そうね、もう昨年ね2020年も数知れず楽屋トークやってきてましたけど何にも呼んでないのに参加してくれたり喋っちゃう、ね、分かりませんだったから、なんかお答えできませんみたいななんかこと言ってたよね、うん、なんとおっしゃってるか分かりませんそれもなんか全然話してるすごいタイミングで言ってきたりね、うん、でそれが1回あったわけで、それは良かったわ、うん、それは逆にね笑いで終わってて、もう今度ちゃんと設定してきてるからならないようにって言った後の何回目かに反応してそれの方が怖かったなんで、ね、っていうねいうこともありました。これね、タイマーとかかけるときによく使ってるんやけど、うん、家で、うん、なんか1回目絶対反応してくれへんくて、うん、2回目切れて呼ぶとすごい反応するから子供にいつも仲悪いんかって言われるのシリさんとあんまり仲良くないみたいめっちゃ切れて言うとすごい反応するのすごいねシリもちょっと喧嘩売ってるんですね。そうそう、退屈なんじゃない、かまってくれないからなんかな、うん、あんまりだから動作が鈍い時はちょっと怒り気味で言うと結構みたいです。私はちょっと使ったことないので分かんないです。全然時間進まない今日どうしよう、どうしたらいいの、これ流行語大賞、流行語大賞で亜美さんないんでしょ、だって2個だけ、亜美さん私のなんか私の昨日のことも覚えてないしな、なんだろうな、まあいろいろありましたね、まあ2000、うん、そうね、だから逆に2020年を振り返る回にちょっとなると思うんですけど、うん、私がねそうだから 6年、うん、丸6年で、うん、あ違う違う丸5年やって今6年目やね、うんうん、そうでも投稿では6年丸6年やったとか言ってみたりねだから本当にもうわけわかんないっていうのもあるけど、まああれですよ、今年もね、あすいません、2020年もたくさんのゲストさんにもお越しいただきましたしね、うん、まあもちろん重なってる方もすごい多いんですし、うん、まあ一番何をやったかって楽屋トークだよね、うん、楽屋トークのこの回を一番やってるからね、うん、面白いなっていうのはあるけど、うん、まあ何より千夏が一番楽しそうに一番自由にやってるよね。大体収録全部楽しいんですよ、うん、それ全部楽しいですけど、やっぱりそこねゲストさん来ていただいて、私がこんなやってるわけにいかないから、うん、そこはちょっと
お一人様会もあんまりそんな一人ではしゃげないね。そうそう、お一人様会はね、一人でウェーイって硬いね、うん、あそこちょっと崩せられたらいいなっていつもあの検視の時も思う。課題だね。でもなんかまあね、一人で、そんなでも唯一なんかそういう話をする場合だからいいんじゃないの。まあね、うん、でもまあ自由にっていうかね、なんかこう手品でも披露するかぐらいのね、うん、感じですけど、たららもう大体見えてる、こうネタ見せながらやるとかね、こうなんかこうピュピュピュってこう何ハンカチが出てきたりするじゃん、うん、ああいうのってこうネタってすぐバレそうですからね、うん、何の話手品の話なんか出てこないよ、この羽の中から。なんかね、うん、わかんないね。鳩とか出してみたいよね。でも鳩まず仕入れないといけないじゃん、あれって。そこから出てくるのはカラスでしょ。カラスがどう見てもカラスでしょ。加えてさ羽さ、うん、とか出てきた、うん、自分がカラスになるっていう手もあるけど。でも今年あれよね、あのいろんな色を着るようになったよね。まだそうね、2021年のオンエアなんでこれ、うん、はい、2020年ね、去年ね、去年もうね、すいません、収録がねどうしても2020年にやってるもんでね、こういう風になりますでというところになります。局の人間が何言ってんだもうついついね、そうそうそう、うん、なんかね、うん、ちょっとガチャガチャしたのもね、うん、ちょっとガチャガチャして、なんかこれもなんか危険な服の時もあったけどね。あれあったっけ。もうあの赤のね、 S サイズね。あ、そうそうそう、ドレスを着た回があってね、うん、でそれそうそう、黒と赤と色違いで買って、うん、まあ、黒はサイズねちゃんと合うやつだったんですけど、半ばいけるんじゃないかっていうんでちょっと小さいサイズワンサイズ下のしかも赤を買って、うん、パンパンだったね。まあ下が映んないから良かったけどね、うん、もう下映ってたらもうスリット入ってるやつは常に開いてる状態でしたがスリットが閉じない、普通閉じるでしょ、うん、でスリットっていい感じでこうね、足の付け根の方からこう歩いた時にこうなって足が見えるのがいいんだけど、うんうん、もう赤着た時は常に開いてるもう分かる、無理くり着たけど、で収縮性があるやつだからさ、うん、ガッと切れて履けましたけど、あれはもう着ることないね。誰かあげたいぐらい。いやでもほんまになんかね、2020年ってちなってすごい広がったね。そう、広がったし変わったよね、うん、変わったなっていうのはすごいありますけどね、うん、だって先生だよ、うん、先生、まあ、先生もしてたけど、まあ、あれってね、うん、結構あの時期もんなんですよね。そのいろいろ終わるとね、うん、またちょっと一段落するので、うん、まあでも本当になんかトータルではしていきたいなというふうには思うよね、いろいろね、まあまあ、でもまあそこがさ、こうやってますとか言ってまたさ言わないんだよね。もう自己プロデュースが本当に下手くそすぎてびっくりする、うん、ね、言わないよね。言わない、人のことはね宣伝するのをこうさらっとできるのにね、うん、自分もそうできるように、まあ、見えてはきてますけどね、うん、なかなかね、まあ、できないと言っちゃってるからね、もう思い込みなんだけどね、うん、まあ、誰かいたらね、うん、こう千夏目も3とか出るんじゃない、今も3とか33、2は何やったんや、分からん、2位はもうどっかでピロって出てるかもしれませんね待ってすいません、こっから見せたいって課題を出すの、いや 2.5 でもいい、 1.5 かもしれないね。またそれいっぱい言って分かんなくなるパターンでしょこれね感じですけど、いやでもあれね、初めてね、うん、メモって出た時嬉しかったよね、いいねって。今この収録の時点で、うん、あ、収録の時点かな、分かんない、あ、分からないけど、ちょうどここら辺周辺で、うん、オンエアになってるのか検視だったかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、また楽屋トークなんですよ、うん、楽屋トークで私が一人で喋り倒してなんか途中でため息ついてる場面を置く、顔抜いてくれてるところがあるんですけどね、うんうん、そこの13秒ぐらいだけ、あ、もう放送終わってるね、あ、終わってるやつ、うんうん、13秒ぐらいだけ抜いてあのストーリーズに上げたら結構みんな喜んで見てましたよ全部はもちろん上げれないから、なんかな、なんとかでね、なんとかって言っちゃってねとか言ってはぁとか言ってるところを抜いてくれてるんですよ。またそこはあ、はぁっていうのもちょっとエコーかかってるんですよね。はぁみたいな、わかるかな、わかるかな、そのエコーかけるのと顔の大きさとその後のアミさんのツッコミがめっちゃいい絶妙でね、
そこだけ上げて、あとなんかあの犬が登場した時あったよね。えいつもせーのジャンがジョンになってそうそうそうせーのジョンって言ったらあれなんでジョンって言ったんだろう ね犬がいたよね。犬がいて、そうジョン、ジョンね、飼ってないですけど、犬って言ったらジョンみたいなね、なんかワンちゃん泣いてたよ泣いてた。ほんとすごい細かいところ嬉しいよねあれね。ワンワンってどっから探してくんのと思ってね、うん、ね、そう、あでもなんかこの間、うん、iPhone のアプリ探してたら、うん、効果音だけのそのアプリがあって、うん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 、いやそれはもうみんな制作の人がみんな知ってること何言ってんだと思うと私には衝撃だったわけですよ、うん、で何かっていうと、うん、その犬の鳴き声も5パターンぐらい入ってたりするわけ、うん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 、だからね、私もちょっと動画のさ作成するじゃないですか、うん、そういう時に取り入れてみようと思うんです。そうそう、あれだってもう動画あったらもう音あるとないと全然違う。めっちゃもう YouTube だよね、うん、であこれ聞いたことあるったらあみんなこんなの使ってんだって。 YouTube の人も大体さ、うん、大体似た音使ってるんですよ、うん、あこの音だわと思って、うんうん、でも何でもそうだね、自分の体のケアでもそうですけど、なんか作るでも一手間二手間です、うん、もうかけたらかけただけ、そうそうそう、こだわり出したらもう大変よ、いつまでも完成しない。そうだよね、うん、で最近いつも私動画の編集 iMove でね携帯で作ってるんですけど、うん、iMove がなんとパソコンではカラーでテロップ入れてたんですけど、うん、iPhone でも入れれるようになっていきなり。え、どういう意味iMove ね、 iMovie? iMovie これです、 iMovie 紫の星のやつ iMove じゃない、 iMovie いつも言われるんですよ、 iMovie iMovie ね、 iMovie ね、パソコンで作成する時っていうのは、うん、あのテロップのもちろん形も選べるし出方も選べるし、うんうん、あの色も選べてたんです、うん、昔も初めから、うん、でも iPhone でする場合はまあ、ソフトがなんか容量が少ないのかなんかでテロップはある程度選べます、うん、で、その指定の位置があって真ん中か下みたいなのしか選べなかった、うん、で色も白しかなかったんですよ。でもそれが色も選べる、うん、大きさもこれでできる、移動もどこでもできるようになって、うんうん、で最近はだいたいモノクロ でばっかり作るんですけど、うん、一応色だけテロップ入れてみたり、そのいろんな場所に移動できるのがいいね、うん、真ん中でも下でも被る時とかさ、うん、あるじゃん、うん、だからねそれがすごいなって嬉しかったなっていうのが、いろいろ腕上げてきた、ね、腕上げてきたよね。なんかスマホでやる時に指でやると、うん、思ったようになんか細かい時に、あ、そうそうそう、ある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 、あれがなんかすっごい細いタッチペンがあるってこの前ゆかさんが言ってた。へー、すごいね、わかるよ、その 0.0 何コマみたいなね、うんうんうん、角があるけど、うん、大丈夫、私は今この指でね、その爪でできる、爪でできない、平でしてる、違う違う、その爪があって邪魔じゃない、あ、大丈夫、いけるいける、平で作って、でも鼻はほじれない、鼻はほじれないです、そうなんです、だからまあいいよね、ちょっとしたの動画ね、うん、だからどれだけ短く作るかっていうのが課題ですよ、あ、なるほどね、だらだらしたくなるけど、うん、一回編集して、うん、カット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 するでしょ、うん、で10カットぐらいあって、うん、仮にまあ15秒の、うん、動画になった時も、うん、まあ全部入れ替えたりするじゃん、こう、うん、表とか、ね、1番目3番目とか入れ替えても、でも何回も見るとさ、いらんなと思うの出てくるよね、うん、確かに確かに、もうこれいらんわ、うんうん、ってなると、まあ、それが10秒とかなるから引き算していく感じね、そう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 、初めはなんかここもつまんで見せたい見せたいってなるけどさ、うん、まあいらんなっていうのはあるの、でもまあ、うん、エレガンスマダムちなつの絵は切れないわけですよ、切れないわけですよ、でもここら辺で切って CM 行きましょうCM どうぞ。今アミさんいなかったらもうこのまんまさようならっつって途中の CM からエンディングだったからさようならさようならってさようならって言ってね、
さようなら、ゆかさん見てる？見てる、ね、でもね、今ほんまに動画ってあれよね、うん、多いね、うん、また動画講座しようかな、私何でも先取りで、結構後でみんな流行ってくるのがもう終わってんだよね、私の中で。そう、っていうか、あの飽きるのが早いそうなの、あの、ね、難しいことはしたくないから、うん、でもやっぱりさ、こんな話せたらまたあれだけどさ、来てくれるけど、うん、私が iMovie で作るから、うん、ね、Android の人は iMovie のソフトが入れてないわけですよ。そうなるとはもちろん代替のものはあるんだけどね、うん、またちょっと教えるの難しいからね、もうちょっと iMovie 限定にするか、あ、なるほど、もしくはもう全く違う、うん、もう全部に入るソフトを私がちょっと使いこなすから、うん、iMovie やりやすいんだよね。iMovie ね、私も iMovie 使ってた、ね、やりやすい、うん、他のやつも慣れればいいんだけど、こっちだって結構ね、この作業が多いとね、うんうんうん、iMovie もここプラスをして選んで、ここでチュッ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 とかだから、うん、分かる人には分かると思うんですけど、チュッチュッチュッのチュッチュッってなるのね、そんな感じな、あ、まあ、今テロあれ出てるよ、3か4か出てると分かんないどんだけ好き、ちなつめもあれめっちゃ嬉しいよね、あれ可愛く横から出てくるじゃん、こんなして、うんうん、ね、あれ可愛いよね、あれホハッとかいう音と出てきたら全然合わないよね、ね、音を前から待って入れろって言ってるわけじゃないよ、私が言うのでこの口に合わせてくれ、こっちの音ってそう、なんかさ全然意味違うやん、そう、ホハの音を多分見つけられへん、ドア閉める音と出てくる、開けてんのに閉める音と出てくるとかさ面白いよねと思って、なんかそういう変なことばっかりは想像いくんですが、誰にも分かってもらえないです、私の脳みその中身もね。今年はどうするの？何するの？いや、でもね、300回近いんですよ、うん、いい加減にひな壇、うん、そのキレでやらないと、うん、もう次は6月まで飛びてしまいます、そう、一回やるって言ってたんやけどそれもなんか気がつけあれ？やるんじゃ、やっぱりやめますみたいな、そんな簡単なこと言ってるからね、いけないですけど、というところで、あっという間の楽屋トークは、あら、終わりじゃない、結局アミさんの流行りのね、流行語の言葉聞けなかった、今年一発目これで良かったのか、良かったと思いますというところで、第46年楽屋トークでした、ありがとうございました、ありがとうございます、バイバイ。